おいすーケロヘンです。令和一発目の質問コーナー、イエーイ。ってことで、皆様からいただいた質問をふざけたり時に真面目に答えたりしていきたいと思います。それでは行ってみよう。恋愛対象は男性ですか、筋肉ですか。もちろんムキムキムキ肉。最新のブレイダーのスキルセット見たいです。これが PVE モブ狩り用になります。で、旋風の枠を心眼の刃、これに変えていただければボスいけますと。ボス用にも討伐用にもなりますと。次が PVP 用、これが闘技場怠慢用になりますと。で、その次がこれが集団戦用になるので、よろしく。ケロヘンさんが今までにこれだけはやってよかったこと何ですか。ズバリゲームです。まあ、ゲームを通じて成長することもあったし、こうやって YouTube で活動できてるので、マジ感謝って感じ。マジ感謝。これからも続けていきます。最近の苦悩は課金煽りばかりで、面白いと思えるイベント皆無だと思ってるんですが、ぶっちゃけ引退を考えられたことはありますか。引退を考えたことはないです。まあね、今後覚醒だったり楽しみなコンテンツ控えているので、それまでは自分のペースでゲームを楽しめればいいなって思ってます。課金に心を惑わされない、大事。スタートパックや衣装などの基本的な課金は済ませている前提で、今課金するならどうすればいいか教えてほしいです。最小限の課金で済ませるという意味合いであれば、お得なパッケージ、まあ、今週であれば破片ボーナスパックとかがお得なんじゃないかなと思います。まあ、今後レベル達成パッケージ、新色のね、ソーサレスダークナイトとかも出てくると思いますけども、それ購入していただけるのもいいんじゃないかなと個人的には思います。アクセサリーの突破は等級によって確率が変わるのでしょうか。突破の確率っていうのは公式からアナウンスされているわけではないので詳しくはわかりませんが、等級によって変わるっていうのは聞いたことはありません。各国の新色の実装された順番を教えていただきたいです。台湾は初期からリトルサマナーがいて、次にブレイダー、次ソーサレス、次ダークナイト、その次に格闘家という流れで出ています。韓国はブレイダー、次にソーサレス、次にダークナイト、最後にリトルサマナー、その次に格闘家っていう感じで出ています。自分のサーバーで海外版をプレイしているランカーさんが伝説装備を買い集めています。アクセ刻印はアクセを使うと思いますが、伝説装備を使った今後のアップデ情報なんかはありますか。伝説装備を合成するとかって言ったアップデは聞いたことないので、今後の装備のために魔力の産物を貯めているのではないかと思います。バルキリーを愛用しているのですが、闘技場でよく近くにいるのに投げができない時があります。ラグなのでしょうか。射程距離が足りないか、単純にラグだと思います。まあ、このゲーム結構ラグで投げれないって時があるので、もうそういう時はドンマイしゃない。スマホユーザーの方に聞きたいのですが、 PVP をやってる時に誤操作を起こしてしまいます。最近フィルムをガラスカバーに変えたのですが、手合わせを書いてくるとうまく指も滑らなくなったりするので、何かおすすめありますでしょうか。僕も最近スマホでプレイすることがあるんですが、僕の環境は Galaxy Note 8っていうちょっとデカめのスマホを使っていて、ヌルフィルムってやつ使ってますと。で、どういうもんかっていうと、なんか液体をめちゃめちゃ塗るんですよ。めちゃめちゃもうスマホに塗って、で、それがフィルムになるってやつなんですよ。結構滑りが良くて、そのゲームに向いてるんじゃないかなって個人的にはちょっと思ってますと。で、あとはノングレアっていうフィルム前使ってました。ノングレアってフィルムはなんかガラスフィルムにもグレアとノングレアってやつがあると思うんですけど、なんかノングレアの方が滑りがいいらしいんですよ。だから前それ使ってたんですけど、結構それも使いやすかったですね。なんで、まあ、どっちかちょっと調べてみてください。神話装備はどのように揃えていますか。以前神話は2スロ以上がいいという動画を見てから貯金しているのですが、やっぱり取引所で買い揃えていますか。またこの前追加された強制突破はどの段階で使えばいいですか。まずは神話装備ですけど、神話は基本的にシャカトゥーで僕当ててますね。これで分回して討伐とか分回してシャカトゥーで当ててるって言った感じでやってました。で、また今は神話の1スロの装備3つ集めれば2スロの装備にすることもできるので、まあ1スロ全然買っちゃってもらってもいいのかなと。まあ好みっすよね。結局は今すぐ戦闘力を上げたいのか、ぼちぼち待ってるのかっていうことなんで、好みだと思います。で、強制突破ですけども、これまあまあ本当に成功しないんですよ。もうガチで成功しない。ただ一つメリットがあるのが、突破にかかるお金っていうのが固定で、しかも安いんですよね、ブラックストーンより。そういったメリットがあるんで、29強化とか28強化とか、そういった高い強化値で使えば、まあめちゃめちゃお金が浮く、成功したら銀貨がめっちゃ浮くので、なるべく高い強化値で使う方がいいと思います。猫が刺身食べるだけの動画とかが100万再生されてるの見てどう思う？俺もお刺身食べて100万再生取りたーい！弓とサマナー迷ってます。狩り PVP どちらが強いですか？
レンジャーもリトルサマーナーも狩り PVP、僕はどちらも同じくらいなんじゃないかなって評価はしてますと。ただ、スキル進化ってやつがもう来るって決まったんですけども、これ来ると、おそらくサマナーの方が狩り性能高くなるんじゃないかなといった気はします。ただ、PVP に関しては、まあ、タイマンの闘技場であれば、どちらも同じラインぐらいの強さ持ってますと。集団戦はやっぱリト様ですかね。集団戦はリト様なんで、集団戦重視するのであればリト様、気にしないのであればどっちでもいいのかなといった気はします。闘技場でウィッチやレンジャーを相手にしてて、逃げ続ける相手を捕まえることができません。何かいい対策はありませんか？こんな感じで逃げ回ってる敵に対して、回避使って、ウェイって獅子子を使えば、捕まえられます。質問というかお願いがあります。リネームやる予定なんで配信してほしいな。ダメかな。これは結構考えていて、やっぱ毎日動画投稿しているとどうしてもクロマだけだと動画出せないよ、きつすぎるよって時があるので、別ゲーっていうのに手出した方がいいのかなっていう風に考えてます。なんでいろいろリネームもそうですけども、 MMO やら FPS やら、まあ、モバ系やら、もういろいろの、まあいろいろバトラーもそうですけど、いろいろなジャンル考えていて、ベストが見つかったらそれをやると思うので、その時またお伝えしたいと思います。動画のネタがもうないからこんなことやっているんですか？いや、もうそれ以外ないだろー。この世のものとは思えないくらい発狂しながら、尋常じゃないくらいのハイテンションで闘技場してください。イエーイ、闘技場やっていくー。今回の相手は3895いきます。まずはターゲット、あー待って、攻撃すんな、待て、いや攻撃してるところにガード、カウンターが決まる、コンボが決まって逃げていくからの竜巻男、ガードする、避ける、コンボ決まる、打ち上げる、うコンボ決まってない、やめてやめてやめて、待って、一回体勢立て直す、一回立て直す、一回一回体勢立て直す、避けて、待って、なんか、痛い、待って、こっから、死んだら死ぬ、いや、それはそう、死んだら死ぬ、いや、待って、いや、いける、勝てる、勝っていくこれにて、質問は以上になります。いやー、いろんな質問ありましたけども、もうちょいもうケロフェにグイグイ来いっていう感じの質問欲しかったんですけども、まあ次回ですね。次回また僕が YouTube でゴリゴリに生きていれば、また質問コーナーっていうのを行いたいと思いますんで、その時はぜひ質問よろしくお願いします。でケロフェンゲームズの今後のことをなんちょっと話そうかなって思うんですけども、別ゲーを今ちょっと何かやるかっていうのを模索しているところなんですよね。というのも、毎日動画投稿1本するっていうのが、1本の MMO だと結構厳しい、なかなか厳しいっていうことで、なんか別ゲーねえかなって探しているんですけども、やっぱし僕ゲームをする上で中途半端にゲームをしたくないんですよね。だからクローバーとまた別の何かをやった時に、どっちかがおろそかになるとかっていうことはあんまりしたくないんですよ。だから本気で悩んで今考えてるってところなんですけど、まあ質問コーナーでもリネームっていう話もあったっすけど、まあそれいうのも視野にいろいろ今考えていますと。なんでまあわかんないです。まだどうなるかちょっとわかんないんですけど考えてる。ただあれですよね、今後のアップデートっていうか直近のアップデートでは古代遺跡の難易度上昇と、あと勇猛の地解放とスキル解放が来る、もうめちゃめちゃめちゃ熱いアップデート来てるんで、今後はまあとりあえずはクロマバアップデート情報を流せる、クロマバやっていける、動画出せるってことで僕はちょっと一安心してるっていう感じなんですけども、はい、まあなんで皆さん心配しないでください。僕はとりあえずクロマバはガチでやりきると思うんで、皆さん心配しないでください。よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、毎日夜 YouTube ライブの方で配信しております。配信時間は9時から12時ですので、皆さんお気軽にコメントください。質問ももう何でもどしどし受け付けておりますんで、よろしくお願いします。動画投稿の方はお昼は1時から2時、夜は20時目安で投稿しておりますので、確認してください。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。